自分が生まれ育った地域が特殊で、結婚がダメになったこと。私は、中学に入る前まで、ある島で母と暮らしていた。幼稚園や保育園はなく、小学校には、船で通った渡し船。母は、昼だけ仕事の時と、夜出て朝まで帰らないことがあり、夜に、母親が、不在の時は、母の彼氏らしき人が家に来てくれた。宿題したり、本でわからない漢字を教えてくれた。島の外では、全然友達ができず、遠足とかは参加しなかった。母は仕事で、あまり帰れなくなったので、母の彼氏とおにぎりを作って、母親の職場で、トタン屋根の平屋に届けた。母からは、店の掃除をしてると聞かされていたけど、実際は違うと気づいていた。周りの女性もほぼそうだったから。ある日、母の彼氏から、将来何になりたい?と聞かれて、モデルさんになると言ったら、それもええけど、私は繕い物がうまいから、モデルさんに洋服作るのもいいな。じゃあそうする。みたいな話をした。中学に入る前に、母からおじいちゃんとこに行って、話はしてあるから、と言われ、通帳と印鑑を渡された。結構な金額が入っていた。母の彼氏は、それから一度も来なくなり、祖父宅に行く前の夜に一度だけ、来てお守りをくれた。祖父は優しくて、大学にも行かせてくれて、母には何度か会えた。私は、服を作る仕事に就き、同期の男性と付き合った。彼はプロポーズしてくれたが、彼のご両親が、私の心情調査をして、あんなところで生まれ育った人を、息子の嫁にできないと断られた。彼には、身の上は話していたけど、やっぱり無理だと振られてしまった。私は、あの場所で、割と幸せに育ててもらったけど、やっぱり、普通の家の子供ではなかったんだな、と思うと改めてショックだし悲しい。私は、恥ずかしながら30代で歴婚した。旦那は子供大好き。歴婚した私たちは、だらしないにもかかわらず、よそのお嬢さんに、なんてことを、と言って順序を守らなかったお前が悪い。と旦那をタコ殴りにしたギフと優しい義母とに大事にしてもらっている。この間、20代の頃の元彼から電話があった。お前と結婚すればよかった。あの時の子供を産んでもらっていたら、今頃、俺は、幸せな家庭を築けていたのに、でさ。元彼と別れた原因は、私よりも、付き合いの長い女友達の私の悪口を鵜呑みにしたこと。優しくてみんなから頼られていた彼からしてみれば、女友達にそれほど嫌われる私の方に、何か問題があったと考えたみたい。未練のあった私は、それでもずるずると会うのをやめられなくて、結果妊娠。もしかしたら彼が思い直してくれるかもと期待したが、はっきりと私の目を見て手術してくれと言われた。結構長くのお金と引き換えに、一人で病院に行き、体調が戻ると、彼は私とつながりを断った。自分でもバカだったと思うし、浅はかだった。優しい人のはずの元彼は、みんなにいい顔したい人だったし、別れてからも私と会っていたのは、元彼の知り合いと私が仲が良く、付き合うのを阻止したかったからだった。その知り合いとはただの友達だったのに。おそらく、この話は、彼は誰にも言ってなかっただろうと思う。いい人ぶりたい性格だったし、実際そう思われていたから。自分から、そんなひどい仕打ちを元彼女にしたなんて言い触らせるわけもないしね。そんなわけで、同じ県内だけど、ずっと疎遠だった。携帯番号がお互い変わってなかったので、今回久しぶりに話したわけだ。なんで、今更私に連絡してきたのかと不思議だったので尋ねたら、結婚してだいぶ経つのになかなか子供ができなくて、奥さんに検査させたんだと。奥さんは、何の問題もない。本人曰く実績、本当に食う言ったがあるから、子供なんてすぐできる。嫁が悪いんだと、すっかり思い込んでいたのに、なんと、彼の方に原因が見つかったんだそうだ。お医者さん曰く、
もっと若いうちならなんとかなったかも、という状態。不妊治療は大変で、お金もどっさりかかるみたい。あと、奥さんの実家からも、ずいぶん責められたんだって。一通り、うんうんと聞いてやって。だから何？と聞いたら、電話の向こうで絶句してた。なんかおかしくなっちゃって、笑いながらこう言ってやった。あの時、私は産みたいって言ったよね。でも、あなたは、私と結婚したくな、言っておろせって一点張りだったよね。私のあの頃の状況でシングルマザーになるのは無理だったから。あなたがそう言うならおろすしかなかった。一人で育てるのがどんなに大変か、知ってたから。私の子供だけど、あなたの子供でもあったんだよ。その後、あなたは供養もしようとしなかったよね。全部お金で解決して、命日に手を合わせに行こうと連絡したら無視された。それなのに、今更子供が欲しいの？実績があったから、いつでも欲しい時に子供ができるなんて傲慢だよ。中絶させた元彼女に連絡取って、慰めてもらえるとでも思ったの？あなたはね、一生、自分の子供なんて抱けない男だよ。泣いてたみたいだけど、結婚後悔している、選択を間違えたとか、若々しくって、電話を切ってすぐ着信拒否。ざまあみろというよりは、今さら何言ってんだこいつ、という感じだった。で、なぜ、これが墓場まで持っていく話かというと、元彼の子なんて妊娠してなかったんだよね。別れた時、あまりにも理不尽で腹が立ったから、趣味の悪い仕返しをしたんだ。もちろん、今だったら無理な計画だった。DNA 鑑定とかあるし、きっと、病院まで一緒に来られたらすぐバレていたんだよね。私は、あえて、無様に彼にすがったりしてみたり、小道具も用意したけれど、何よりも、彼が誰にもバレたくなくて。お金で肩をつけようとするのもわかっていた。逃した魚は大きいと言うけれど、彼はいつまでもこの世に存在しなかった我が子の亡霊に取りつかれるんだろうな。ちなみに、自分が実際で既婚した時は因果応報というか、かつての行いが巡ってきたな、と思った。だから、義実家の人間にどんなに非難されても仕方ないし、嘘とはいえ、子供を下ろしたなんて計画を思いついた自分もどうかしていると思う。子供を産んで子育てしつつ、しみじみとしてしまう。自分みたいなのが母親で、ごめん、とか。